はい、それでは、メンバー、限定ライブに移らせていただきたいと思います。11番いきましょうか。しゅんさんの、ツイッターですね。瞑想してますね。自己関係修復へと、服装が離れそうだからせめて学会表だけでもと思ったかもですが、これで学会が折れるとは思えません。なら見せしめに茂木幹事長を更迭したらどうですかね。ご意見としては、なるほど、ダイナミックでよろしいかと思いますが、自民と学会の不仲は、茂木幹事長と学会の佐藤副会長との関係悪化によるところが大きいと聞きますし、点点点ということです。この件、吉田議員、コメントをいただけますか。まあ、好きにすればとしか思わないですね。うん。以上です。以上。はい、じゃあ次行きましょう。12番行きましょう。はい。岸田翔太郎、政治家に向いてないね。これ、なんてお読みしたらいいか分かんないですけど、555さん。地元市議、翔太郎さんと宴会騒動について話していたら、ぽつりと自虐的に、これで僕の嫁取りのが遠のきましたねとつぶやいていまして、己の軽率な行動のせいで父が首相の体験を諦めたにもかかわらず、頭の中は嫁のことと、コメントいただけますか。さらっと終わってもいいですよ。世の中の子は親の鏡っていうじゃないですか。まあ、この息子さんがね、こういうあんだけのことを、まあ、その世の中に、あるいは自民党さんに、政権に、まあ迷惑をかけて、まあ、支持率低下の大きな要因だと指摘されましたねということについて、なんだろう、自分のやってしまったことを万死に値すると反省してですね、もっとその秘書官としてという立場であっても、公人としての意識をもっと高く持たなきゃいけない、体験、痛い教訓でしたみたいなことを言うのかなと思ったら、嫁取りが遠のきましたと。まあ、そういうふうに育てたんですね、お父様っていう感じですね。まあ、僕は何度もこの今の総理大臣について、日本全体のことより自民党のこと、自民党のことより自分の派閥のこと、自分の派閥のことより自分の家族のことばっかり優先してるなと。まあ、その外務大臣の人事を見ても、何を見ても、何を見ても、いろんな人の更迭とかいろんなことを見ても思うわけですが、まあ、親子揃ってですね、あまりふさわしくないなと、まあ、また証明しているなと思いました。いや、本当そうですよね。やっぱりこういうのが外に出て、議論っていうか話題になるっていうのがやっぱり問題ですよね。やっぱり内閣総理大臣たるもの、やっぱりそういうところっていうのは、家族も含めていろいろと配慮しなきゃいけないなと思うんですけれども、まあ、同じ意見ですね。ちょっとさっきからの、すいません、私がろれつが回らないのは、今日お酒飲んでおりませんので、顔面神経麻痺で、どうしても特定の発音が、厳しい状況がありますので、そこはどうかご了承いただきたいと思います。それでは13番、吉田議員のツイッターですので、これはですね、解説とコメントよろしくお願いいたします。これは本当、皆さんよく知っていただきたいというか、日本のある自治体で民ちょっ主と主義が、尺取って、ここは解説してもらってもいいと思いますよ。もう日本の首都東京の、まあ、なんだろうな、良識的な住民がいらっしゃるはずの杉並区、私の区の隣の杉並区というところでですね、まあ、民主主義の議会が崩壊していることを示している衝撃的な、まあ、情報なので、まあ、皆さんよくこれは知ってくださいということです。私が書きましたのは、
を杉並区議会は芝北隊を名乗る集団の構成員が暴力事件でかつて有罪判決を受けた言論弾圧団体のメンバーがという、まあこれは、田中雄太郎という区議会議員が、杉並区議会においてですね、発言をしたんです。でこの発言についてですね、まず、動画を止めて、そして、この議事録から削除をするということをですね、まあ、この、杉並区議会、まあ、今、区長は、まあ、国連の方から来たあの変なあの方なんですけれども、でそして議会も、まあ、へんてこりんな、例えば、洞口さんとかですね、まあ、いろんな方がいらっしゃる議会なんですけれども、まあ、良識的な方が過半数であれば、こういうことはまあ起きないんですね。こういうことが起きてしまうというのは、つまり、議会、変な人が少数いるんじゃなくて、議会が多数決でもって、こういうことをまあ議長が主導するわけですけれども、認めてしまっていると。議会で、選挙によって、選出された、まあ、特別、地方公務員であるとこの区議会議員が議場で発言した内容で、しかも、この発言の内容がですね、構成員が暴力事件でかつて有罪判決を受けた、これ事実の適時でしかないんですよ。事実を指摘しているだけです。でこれを言論弾圧団体のメンバーがと、ここは論評の部分なので、ここが不穏当だというのだったらまだわかるんですけれども、その言論弾圧、まあ、団体なんですけどね、この人たちはさまざまな言論弾圧行為、妨害行為とか、あるいはその威力業務妨害みたいなことをやっている人たちなので、どう考えても、この発言は不穏当、不適当ではないんです。それでも、事実を適時した部分まで封殺しようとするというのは、まあ、この杉並区議会というのは、芝北隊の仲間なんだと。こういうふうに判断をせざるを得ない、過半数がですね、という恐ろしい議会によって、杉並区民は皆さん支配されてますよということをご報告をしなければいけないのでツイートをしました。はい。はい、ありがとうございます。それでは朝日新聞、14番。石井孝明さんのツイート、これも吉田議員がツイートされてますね、はい。いや、これコラボの人脈の新たなしのぎの疑惑に炎上したのにって、この辺ちょっとね、合わせて、ちょっと解説コメント吉田議員の方からいただけますか。はい、はい、これ石井孝明さんですね、ジャーナリスト、この方が、うん、朝日新聞の記事をですね、恐ろしいと、怖いと、朝日新聞だと言っている記事なんですけれども、はい、いや、これコラボ人脈の新たなしのぎ疑惑で炎上したのにと、それに触れず差別話の怪しい人たちを堂々と擁護する朝日新聞、マジで怖い、ネットの方が常識的まともと、評したのは、うん、朝日新聞、天下の朝日新聞がですね、ジャニーズを陥れようとしている署名団体、実名さらされ、誹謗中傷と題した、記事を書いたわけですね。でこれはまあ皆様まあご存知の通りですね、ジャニーズ事務所の創設者、創業者であるまあジャニー北川さんという方がまあお亡くなりになったんですけど、この人がまあその所属のまあ子どもたち、所属する子どもたち、少年たちにですね、立場を利用して、性的加害行為をまあ長年ですね、行ってきたことが、ようやく明らかになってきた。でこれはいいんですよ。それ自身は問題ない。でただ、これについてですね、例の、何かグループとひまそらさんが言っている、コラボなどと連携を、している人たちですね、このグループの人たちが、そもそも私たちはもともとジャニーズファンだったんだけれども、その、ジャニーズが、こんなことして悲しいですとか言ってですね、ジャニーズを正すんだとか言ってですね、LGBT とかいろんな人たち、関連している人たちのグループの人たちが、ジャニーズにこれをさせる、あれをさせる、我々の要求をこういうふうにさせるとかですね、そういうことを言い出したんだけども、
この例えばですね、この新聞のに出ている、記者会見をする高田明日美さん、かっこ仮名っていう人、これ別の団体で本名分かってる方なんですけど、この方を見ると、ジャニーズのことなんか過去全くツイートしたことがないっていうことがね、ネット民がもう調べきっちゃってるんですね。この人は K-POP のことばっかり、K-POP のファンなんですよ、この方は。で、K-POP ばっかりツイートしてる人が、はい、この問題が起きたったら突然ここに参入して仮名で、別のところで別の名前で活動したのに、この問題では新しい名前を使って、ジャニーズ、長年のジャニーズファンですとか言って、こういうことを始めているということが、もうネット上では明確にもう皆さんも証拠とともに明らかにしているのに、朝日新聞は、まあ、取材をしないんですよね。あるいは、取材をすると、やばい事実が出てくるから取材をしたくないんでしょうか。まあ、この方の、まあ、事実でないことも含めた、主張だけを全面的にですね、取り上げて、こういう記事作りをしている。これコラボ問題を追及した暇空あかねさんについてですね、まあ、コラボ関係者の、まあ、セブンナイツとかいう、まあ、変則な、まあ、弁護士とか何とか、その、団体の連中が記者会見したときに、その主張だけを全面的に取り上げた、やり口と、同じことを朝日新聞はまたやってるんですね。本当にこの新聞の中借りた工作機関、NHK とともに、とっとと早く日本から消滅、抹殺したいなと。組織としてですよ。組織として全く消滅させたいなと、このように思います。という、これについて、まあ、石井さんがですね、マジ怖い。天下の新聞はこういう、まあ、報道という名を借りたプロパガンダをやっているということで、紹介をさせていただきました。本当に消滅してもらいたいですよね。はい。うん、じゃあ、まあ、どう消滅させるかっていうことはまた別の話になってしまいますんで、いかんともしがたい。不買運動。質問をいただきました。山根亮太さん、メンバー6ヶ月、ご質問ありがとうございます。まあ、関連なんですけど、なぜ NHK を国民が支えないといけないのですか？見てないんだけど、支払いしてます。納得いかん。PPV でよくね？ということで、吉田議員、どうでしょう？はい。私は長年 NHK 解体運動をやっているので、私はなぜ国民が支えなきゃいけないか全く理解できません。そんな、まあ、法律を維持したりですね、一生懸命やっている人たちに本当に何度も私も聞いています。NHK という組織は日本に必要ありません。公共放送という事業形態ももう今やふさわしくありません。もうごく一部の国営放送と、あとは全部、民放にすればいい。で、そして、受信料などという制度も廃止した方がいい。そして周波数も、これはもうオークションでもって、電波オークションでもって、ちゃんと効果的に効率的に、お金をきちんと対価を払う、まあ、組織、団体に、これは、国民の共有の、しかも希少な財産ですからね、そういう形で、使用を、させる方がいいと思います。確かにね、公共放送じゃなくて国放送を作ったらいいと思うんですよね。これは例えば防災に関わること、緊急事態、災害、まあ、場合によっちゃ戦乱、等々について、ちゃんと報道をする、まあ、国民保護法の中で、国営放送の、うん、役割っていうのはあると思う。で、公共放送っていうそのまあ国の機関でもありませんよ、民間でもありませんよと、まあ、ちょっと中途半端なところに置いているところに、まあ、大変な病巣が宿っているとしか考えられないですね。で、番組に関して言うと、ひどい番組があれば、ああ、なるほど、こういう番組、後に残したいなと、まあ、ご批判はいろいろあるかもしれませんが、それはまあ私の個人の感覚なんで、お叱りをいただいてもいいと思うんですけども、まあ、やっぱりそれなりに能力のある人たちが集まっているならば、今の形態の中では、そういう方々の能力も全く違う方向に、行ってしまう。むしろ、悪い方向へ行ってしまうということについては、
やっぱり僕は公共放送ではなく国営放送をちゃんと作ってですね、防災減災、等々に備える、まあ、そういうようなね大きな荒路地が必要なんじゃないかなという気がいたしますね。さらさくらひらひらさん、メンバー6ヶ月から頂戴いたしました。質問ありがとうございます。学び直しに予算がつくそうですが、また利権が絡んでくるんじゃないですか。しかも終身雇用をやめさせたいだけで、結果本人たちのためにならないと思うのですが、どう思いますか、ということであります。吉崎、いかがでしょう。はい、これ私の前にですね、長尾先生がこの関連ツイート2つされてるから、うん、逆にそれを紹介していただきたいなと思います。はいはい、あ、山どうぞそちらでいいですよ、やってください。じゃあ、スタッフさん、出してどれどれください。16番17番ですよね。はい、長尾先生の、はい、お願いします。はい、はい、長尾先生のツイートで、社会人の学び直しから転職までを政府が一体支援、平均24万円、女性へ、まあ、読売新聞ですね、業者が儲かる仕組みの誕生、政治的政策誘導の匂いがプンプンします。もちろん必要な人には有益かもしれません。と言って、続けてですね、名護先生の2つ目のツイートです。妙な制度設計に税金を使うより、エンターテインメントの社会貢献事業に資金を投入する方が自然発生的に日本を救うような気がするんですよね。この名護先生の、まあツイートがですね、さらさくらひらひらさんへ のお答えの一つになるんじゃないかなと思います。まあ、これいろんな分野に関連する内容なので、まあ短く端的にね、先生も 100ぐらいツイートすれば言葉尽くせるんでしょうけど、まあ一つ二つのツイートで短くね、こういうふうにされていますけれども、まあ本当に日本のさらさくらひらひらさんのご指摘、日本の終身雇用制度っていうのは別に悪い制度じゃないんですよ。アメリカ、ヨーロッパの企業でもですね、実は業績を上げている企業の中には日本の終身雇用制度にそっくりじゃないかという、まあ、雇用形態をしている企業も結構取り上げられて、向こうで紹介されていますよね。もっと日本的なものは全部ダメだみたいな考え方はおかしくって、終身雇用な終身雇用の良さ、そして、まあ、その非常にこう、流動的な、市場や流動的な労働市場の良さ、両方が活かせるように、そして、まあ、学び直しが、まあ、いろいろ技術革新とかいろんなことで必要なことは必要ですけれども、どうも岸田内閣がやっていることを見ると、目立ちそうな人気が出そうなところにはお金を振り向けるけど、そもそも大事なところにはお金が足りないことをほったらかしにしている部分が私はあると思っていて、まあ、その学び直しにお金を出すだけでなくって、そもそもの例えばじゃあ、真面目に勤続年数長くやっている人たちの処遇を改善することとか、そういうこともバランスよく支援をした上でこういうことはやるべきだなと思います。なんかね、政府はね、労働移動をさせている感がありますよね。まあ、例えば特定の産業は将来立ち行かないだろうとなれば、新しく生まれる産業に、労働移動をさせようと、まあ、これは2008年か7年ぐらいからやっぱり議論されてるんですけど、ただそれってね、憲法に、職業選択の自由っていうのは、まあ、やられてる中でね、自然発生的に労働移動があるならばいいんですけれども、強制的にちょっと政策的に移動させるというのにちょっと無理があるような気がしてならないという、まあそういう問題提起ですね。はい。どうもご質問ありがとうございました。はい、23時となりました。本日も、かりませず、たくさんの皆さんに、団員の皆さんにご視聴いただきました。明日また22時にお目にかかりましょう。本日は以上とさせていただきます。吉田議員、どうもお疲れ様でした。おやすみなさい。長尾団長、ありがとうございました。団員の皆様、ありがとうございました。お疲れ様でした。どうも。